ゆうゆう白書フォーエバー。波乱の決勝戦、カラスの秘技応酬。決勝戦を前に玄海はトグロに呼び出され、そして命を落とした。玄海を失った恨めしチームは悲しみを闘志に変え決勝戦に赴く。波乱の暗黒武術界決勝戦第一試合は今始まろうとしていた。ユウスケ、玄海師範の代わりの5人目はどうなってった？なんだよ、ばあさん来れねえのか。ああ、まあ。そういや、恨めしに全て託したって聞いてたからな。いやいや、どこまでもめでたい野郎だ。ん？なんだてめえ。ちっ、おっと。それより恨めし、代わりの5人目って一体誰なんだよ。助っ人頼んだんだろ。ああ。まさかあの野郎逃げたんじゃねえだろうな。5人目はわしだ。こえんな。ちょっと待って、玄海選手がいる以上補欠との交代は認められませんよ。別に構わんさ。見たところほとんど霊気を感じない。お飾りの人数合わせといったところだろ。よくぞ見抜いた。威張んな。さあ、ようやく決勝に臨む選手が決定いたしました。果たして優勝はトグロチームか、それとも恨めしチームか。今まさに歴史的一戦が始まろうとしています。いつでもいいぜ。面白い。やれるぜ。俺に行かせてくれ。俺に任せろ。さーて、始めるか。俺が相手になってやんぜ。レディーファイト。オラ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 。クラウ、決めてやるぜ。オラ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 。これを決めて、何やられ、お願いします。やりましょう。おりゃ、ショットガン。この勢いで勝敗が決するのでしょうか。これをしよう。この隙間から華麗な飛び出しだ。今は勝負に許せません。おりゃ、うわあ、食いしばれ。
恨めしい。ハリー・クワバラ、ちょっと手こずっちまった。倒しちまえばこっちのもんよ。死力を尽くした攻撃にカラスは倒れた。だが壮絶なる決勝戦は始まったばかりだ。暗黒武術界決勝戦第2試合、トグのチームは V が出てきやがった。 V のあの鎧、あれは普通じゃねえ。だがそんなことどうでもいい。おめえの実力、じっくりと見せてもらうぜ。次回、隠された V の力、手加減しねえぞこら。